所です。よろしくお願いします。第2部ということで2回目2回目ですね。はいはいはい、まあ、今回はじゃ あの見た順にちょっといってみましょうか。はい、1本目がマンハッタンという1921年に撮られた作品です。マンハッタン、なぜそこで切るかですね。元の名前がそうなんですかね。例えばあの、うん、ネイティブインディアの言葉で、ね、ちょっとそこまで調べきれなかったんですけども、ね、なんかマンハッタンでの方が通りがいいからちょっとね、うん、座りが悪い感じしますよね。まあこの、映画撮ってるのは写真家の人ですよね。そうですね、オールスターランドとかは、まあ、相当初期の、はい、2020年のフィルムですよね。その頃ちょうどなんていうかアメリカの新しい写真の動きみたいなものが生きてきてる人で、はい、オールストランドはあのウォールストリートっていう作品がすごく有名ですよね。1915年に撮られた、まあ、それは写真ですもんですね。そのまあ何ですかね、ニューフォトグラフィーというか、まあ、かなりドキュメントの映画でしたよね。かなりというか、まあ、ドキュメント映画で、そうですね、もともとその話がもうちょっと古くまで行くと、リミエール兄弟の、うん、一番最初の映画の場合、基本全部ドキュメントというか、そうですね、あの街中にカメラを向けるって、まあ、ドキュメントというのは何でしょうね、記録って感じですよね。記録ですね。別にフィクションっていうよりは、うん、対象物を今ここら辺にあるものにカメラを向けて、それが動いてて、みんなで見れたらもう楽しいっていうのが一番最初の、まあ、リミエール兄弟のフィルムで、いろんなところに世界中にカメラを持って行って、うん、で例えばあの部屋書きみたいな形で、いつしくなものを、まあ、首都でパリの首都で眺めるみたいなことでやってたものが、あの一回例えばアメリカに映画が行くというか、はい、アメリカの中でどんどん、劇映画になっていく、うん、あのドラマになっていくわけですよね。ストーリーができて、ストーリーがあってカットがあって、物語があってみたいな形で、はい、お話、ニュースと喜劇の合いの子だっていう、うん、あの技術っていうか合いの子だって言いますけども、あの大列車強盗とか、はい、基本はあの現実にあったことをなんていうか再現してみんなで見るみたいな、でそれがどんどん逆にその物語を語っていくメディアになっていくっていう時の、その揺り戻しじゃないですけど逆で、うん、ドキュメンタリーマンハッタンを捉えるんだっていう結構はっきりとしたあの意思に基づいた映画なんですよね、うん、もうなんかまさにこう定点観測というか、うん、こうカメラが動かないのがやっぱり特徴 で、 そうです、ね、基本的にあのワンシーンワンカットとかあので中の人とか物が動くっていうことですかね。そうですね、あんまりしっかりカメラ据えたらそこから動かさないっていう形で捉えてましたね、うん、写真カメラマンの感覚なのかもしれない。非常にだからどのシーンを見ても構図が絵になるし、あのかっこいい、うん、カットが高いところから撮ってるやつとかすごい変わってる画面ですよね。それで、うん、すごくやっぱり見応えがこういうかカットもしっかりしてるから、そうですね、結構見応えがあるし動きもあるっていう感じですね、うん、で、まあ、時代でいうと1920年代っていうのはアメリカがすごく、まあ、第一次世界大戦の後でアメリカがすごくこう、債務国から債権国に変わって強くなっていく、うん、まさに途中、うん、まあ、その終わりが、世界大恐慌の1920年っていうので、まあ、今後の20年代って終わりを告げるわけなんですけれども、まあ、まさにその これからどんどん盛り上がっていく映画という感じのね、煽りがいっぱい入ってましたよね、語りがね、煽ってますよね、煽ってますよね、すげえみたいな感じで、もう高く伸びていくみたいな、いろんなこう、どうだどうだっつってこう、でも見るとで、だから今見ると古いっていうか、ちょっと距離取れるわけですけど、はい、1920年代で見れば、まあ、多分相当プロパガンダっていうか、プロパガンダですね、ヨーロッパなんかもうダメなんだよっていう、あ
メリカ最高みたいな、戦争勝ったしみたいな、勝ったしねっていう、終わったしねっていうような印象を持つような多分映画なんだろうなと思って見ておりました。だからドキュメントなんだけども、ある種のその主張がちゃんとあるっていう、はい、そうですね、映画ですごく面白いですね。そう、なんだ、結局その大戦後の好景気を支えてたのっていうのは、まあ戦争に行って戻ってきた復員兵ですよね。で、あの人たちがやっぱりすごくこう資産もあって、でなおかつ労働力としてもすごく優秀だったというところもあって、でそれでまあ働いて、主にだから、製造業に従事することが多かったと思うんですけども、それでまあどん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 お金を使って、でまあそれに向けて、大量消費の時代になってきますよね。プロダクションの時代になってきますね。それの先駆けじゃないですけど、もうまだエンパイアステートビルとかまだ立ってないぐらい、立ってないですよね。やっぱり30年代ですね、はい、けどもうやるぜ、どんどんガンガンやるぜみたいな、人が船乗ってくるのすごいですよね。タタタタタってね、ああこんなんだったんだっていうか、全員背広で帽子をかぶっている、外に行くときはみんな昔は背広だったんだと、帽子は絶対かぶっていたんだ、そう、あれ、あれがないと多分恥ずかしくて外に出れないってことだったんでしょうね。あれがやっぱりもう人前に出る、人前に出るっていうことは、昔はやっぱりこうメディアで物を見るっていうこと自体が少ないわけじゃないですか、はい、少なくとも街中にモニターがない上にスピーカーもないんで、インターネットもないし携帯電話もないから、基本的には外で人に会うしかないわけ、会う人がメディアみたいな ですね、ところですね。その時に外で銀ブラってこともあるじゃないですか、うん、銀座をブラブラするのは娯楽だとか、はい、何が面白いんだっていうふうにこっちは思うんですけど今思えばそうじゃなくて、やっぱあれは外に、家に何もメディアがないから、はい、外に出て自分がそういう、もう最新の格好をして、うん、で単に社交をしてるのが街中だっていう、そうだからちゃんとした格好しないと街に出られないっていうのが、デフォルトだったわけですけど、だんだんね、だんだんこんな格好で人前で喋るようになってしまうんですけど、ちょっと寒いんでね、すみません。来るときは大雨に当たって、傘が吹っ飛んで、びしょ濡れでついてみんな、あーって心配してくれたっていう。もう髪の毛とかもうびしょ濡れだったり、大変でしたけど、大変だったんですけど。風邪ひかないといいですけど、ね、ちょっと。でも、まあ、本当にあの時代ちょうど、19世紀の、まあ、ビクトリア的なお洋服の、感じからちょっと変わっていきますよね。そうそう、特に20年代から随分、はい、いわゆる、まあ、女性のフラッパーというか、そうですね、髪の毛も短くなり、コルセットをしないスカートがあまりとか、だからすごく今の、風俗に近くなってきた時代の最初の頃ですよね。それでもやっぱりああいうカメラに映ると思って歩いてるじゃないですかね。あれはあれがデフォルトなんだ。デフォルトだし、日本でも昔の写真を見るとやっぱりきちんとスーツで、ネクタイ帽子っていうので歩いてたりする。そういったそのなんていうんでしょうね。いわゆる作ってる方から見ればあんまりそこが重要じゃないわけですよね。そうですね。当たり前でしょみたいな面って、どっちかというとそのノイズの部分というか、余剰の部分、余剰の SH シグナルノイズで言ったらなくても本当はいいところが、こっちは結構目に入っちゃうじゃないですか、うん、そうですね。やっぱりその映像、特に写真がそうなんですけども、はい、どうしてもその主題以外のものが映り込んじゃう、どうしてもそうなります、ね、必ず当たり前だけど、その意味に回収されないまま記録に残っちゃうっていうのが、視覚情報の、はい、特徴、写真イコールですよね。それまでのやつは、絵画は人間の手を介してるので、一回そのノイズキャンセリングが入ってるわけですよね。意思がね、入りますね、記号がになっちゃってるんですけど、それとその、まあ、絵画の物質性とどう戦うかみたいなのが絵の感じなんですが、しかしこういう記録映像の場合だと
必ずどうしても意味に回収されきれないし、そういう不気味なものがあるわけじゃないですか。1個だけ見ててじっと見てると意味がないわけだから、ああ私たちの世界はあんまり意味がないんだなっていうことがひしひしと伝わってくるわけですよね。それを結構音楽っていうのは回収してくれるっていうか、うん、そういう側面ありますよね。音楽はその秩序なんですよね、基本的に、うん、どんだけ雑なもノイジーなものでも始まりがあって終わりがあるんで、はい、あとその中で、組み立てられているので、うん、2個音が鳴っただけで、なんて言うんでしょうね、音楽が流れてる時間で秩序が保たれてる時間になるんですよね。でそれを重ねてやると安心して見れるっていう側面が音楽にはあって、うん、だから多分今回の特に本命のマンハッタンなんかは、うん、もう本当に無音で見るとまたね全然印象が違うでしょうし、うん、死後の世界とかじゃないですけどなんか自分と関わりのない何かしら、うん、あでも世の中ってやっぱこんなもんだなっていうような、うん、でもそんなもんなんですよね本当は、うん、ところがそこに音を同期させちゃうと音は本当にそのルール秩序音楽の時間というのは保たれているので、そこにまた一つ意味ができて、ね、でそことの距離感みたいなのも含めて、うん、こっちのノイズ性をマスクしちゃうこともあるし、逆にその浮き上がらせることもあるし引っ張り出しちゃうっていうこともあるっていうことが、うん、その特に映画音楽では気をつけるというか、うん、音楽にごまかされないようにっていうのと、ごまかされないように、いや、本当だって、変な画面だとしても、うん、音楽が流れてると、時間が、要するに調整されているので、チューニングされているので、はい、見流しちゃうときもあるじゃないですか。だけど、実際はでもその、世の中っていうのは、バラバラで、うん、四角い。つながりがないわけですけど、断片ですね、断線が塊になってあって、うん、それを時間の中で調整しちゃうっていうのも音楽の役目、うん、役目っていうかやっちゃうことで、結構だから島根高校オーケストラはうまいことやったなっていう感じ、いい落としどころっていうのは落としどころだなっていう、ギリギリそのくっつけてないんですよね、なんか絶妙なこう距離感というか、そうですね、うん、煽ってもいないし、なんか潰してもいないしっていう、そうプロパガンダ的に考えるのであればもう少しこう、うん、きらびやかな音が鳴ってても、うん、何ら違和感はないはずなのに、ね、あとはババーンとかやってもね、いいはずなのに、当時のイメージをこう、追体験させるような音楽であってもおかしくないはずなのに、うん、なまあ作れ作れるに決まってるので、うん、前もこの何ていうかワンモチーフで簡単と行くっていう10分間ね、なんていうかな、エレガントというか、イギリス、スコットランドでしたっけ、スコットランドっぽいなと思って、まあなんかちょっとシニカルで、そうですね、シニカルって感じが、アイロニカルの、そこがまたなんか映画に新しいこう、うん、ムードを与えてくるという感じがしますね、うんうん、逆にじゃないですか、そのルネ・クレールの、はい、2本目の方、あれはギャングですよね。あれはまあ全体的に基本は途中ちょっと笑ってらっしゃる方がいや、魔性としてもいいところがたくさんあったのに、みんな真面目に見てるような気がして大丈夫って思ったんですけど、あれは大人ってるじゃないですか全員でいい大人がバカじゃないのっていうあれギャングだと思うんですけどね、基本的に笑いラクダがピュッて出てきたりとか、ラクダって思ってるとみんなこうやってこうパン食ってるし、パン食ってる何なんだっちゅう、まあ、滑ってるとかいうことじゃなくて、よくわかんない、昔のフランスギャグかこれはとかいうようなのがいっぱいあって、もう鉄頭手筋それですよね、うんうん、まあ、だから悪い冗談ですよねまさにだから何ていうのかしら、夢のこう中で起こりそうな、うん、でやっぱりダダイストたちがね、うん、総勢何人も出てるし、ダダとシュルリアズムとかね、そうですね、最初に出てきたのがリックサティですよっていうのが当たり前でしたと思ってると思いますけど、帽子かぶってサティとかですよね、はい、ピカッて
も大砲になんでいきなりスローモーションなんだろうピュッと戻っていくみたいな何でもやったあのバカバカしてできたからやっただけじゃないかっていう気が多少しますよね。でやっぱりその無意識みたいな部分に光を当てていこうっていうその、うん、まあフランス的なダダからシュルレアリスムに流れる、はいはい、あの系譜の中で多分あれがいいなって思ったんでしょうね、うん、あのあしかも新しいメディアって何て言うんでしょうね、うん、結構そういうことで見ると後半に例えば、まあ車が走ったりとか、はい、自転車が走ったりとかあとジェットコースターもありましたね。ジェットコースターありますね。時間のスピードも結構違うのが何種類も入ってて、はいはい、そうなんですよね、うん、あのスローモーションがあってあとはまあダブルイメージっていうか重ねてくるのとはダブルイメージとは言わないな、あの、まあ、二重多重予報なんかフォトモンタージュみたいな基本ですね、うん、あとでそれでそのスピードが結構違う超高速から、うんスローモーション。そうなんですよ。時間の経過をその一つのあの、うん、シークエンスの中で、の中でのスピードが違うのを何か並べるっていうのは、うん、多分意識的にやってますよね。いて、それによるそのショックっていうか、うん、なんか意外性、意外性とか、うん、あと新しい時間の把握とか。基本的に既成概念にとらわれたくないって人たちの集まりですよね。ですよね。まあでも悪い冗談だと思いますよね。あれやってみたくないですか？今の日本で実際ね、あの表参道あたりで、ね、あの銀座の方向してきた、ね、普通に歩くのかと思ったら跳ねるっていう。あの白塗りでやると三回熟成。あれはね。でもいいおっさんのおばさんが清掃してやってると思うのがいいですよね。だからフランスジョークですよね。そうしかもなんか絵になっちゃうみたいな。絵になってますよね、うん、かっこよさがあるじゃないですか。あれ日本でやりたいですよ、ね、今やっても相当面白い絵が撮れると思うんですよね。あれそのままやってもね、あれそのままやるっていう。あれそうですよね。楽しそうじゃないですか。でなんかちょっと鈴木誠二みたいなね、はいはいはい、ムードがちょっとあったり、まあでもやっぱり、まあ、影響受けてますからね。受けてますよね、確実にね、うん、それあのいや、あれ何回見てもあのシーン面白いな。何回見ても、ね、動くから突然スローモーションで突然跳ねるっていう、あのなんて言えばいいんでしょうね、無表情のギャグみたいな感じで相当ツボなんですけど、ね、あそこにだから例えば何あの炎のランナーのワンシーンとかなんてこう、そうみたいなぐらいびっくりしました。びっくりしましたよ、ね、うん、あそこにだからどんな音つければいいかっていうと、なんていうかな、これで正解なのかなっていうのを半分なんで、でもこういう感じしかつけられないなっていう、あのギャグなんで、しかもあのストーンフェイスっていうか、ポーカーフェイスの、そうですね、あのちゃんとつけないんじゃないですか、あそこと、はい、ドラム、あそこドラム入ってないか。入ってないですね、あの鍵盤がボン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 って、あの感じとかあの狙ってるとしか思えないですよね。もう確実に狙いすまし て、この20分の中で聴かせるべきはここだろうっていうので最初から見る前に作ってるんだなっていうのが、で同じモチーフが最後のカモケのところにも出てきますよね、うん、基本は4つか5つぐらいしかモチーフがなかったかな。そうですよね、一応ちゃんとカットでずらあの変えてはいるんですけど、特にそんなにびっちりつけるわけじゃなくて、なんかあの寄り添い具合が、まあ、程よい感じですよね。先ほども言いましたけど、音楽が流れてるともうそれだけで安定するっていうのが、時間が安定するんで、あのつきすぎちゃうと いやらしいっていうか、単純に説明になるわけですよね。そうですよね。だから映像の付帯物になってしまうんで、それだと例えばミッキーマウスとかアニメーションは完全に音をサウンドオンフィルムになってから、まあ、爆発的に成長したので、はいはい、動いてるところにここを見るんですよっていうピューバーンとかダダダダダとか、うん、そういう音をつけてやると安心して見れるわけですよね。ちょっとより入っていく、より入っていくつけて、で特に初期のディズニーは全部あれ楽器連奏してる、そうですね、恐ろしい技術なんですよね、うん、あの白雪姫とか、はい、そういうふうにつけてファンタジーだっていうのをファンタジーだと分からなくするっていう
力も音楽にはあるんで、はい、なんかここが見えるところですよみたいな話でやると、うん、あのすごくちゃんと見れるっていうと、このさっきのこの付け方はどこ見てもいいよっていうか、まあ、ある意味ちょっと泣けっぱなしというかね、泣けっぱなしではありますね、うん、でも自立した並走関係みたいな状況になってて、まあ、そういう意味ではね、この、まあ、ダダイズムっていう流れの中から出てきた映画につけるべき音楽はこういうことなんだろうなっていう、うん、ね、そうですね、どうこかやりようってどうかな、いろいろありそう、でも無調音楽とか純音でつけちゃうと、うん、もっとまたいやらしい意味が出てくるっていうか、うん、なるほど、逆にそういう意味性を回避しちゃうっていうと、意識的に、意識的に、うん、そうするとまたそのちょっと違うなっていうのもあるし、うん、まあ、ギリギリ、そうですね、やっぱシナティックオーケストラの音になってるんで、うん、それだけでなんか普通に聴けるっていう、普通に聴けるって言い方おかしいですけど、ちゃんと見れる、ちゃんと見れる、バンドの音っていうか、はいはい、そうですね、映画音楽の音っていうと、もっといろんなのが入ってくるけど、うん、シナティックオーケストラの音だっていうことで、なんか、トーンっていうのは、うん、説明的というよりは、まあ、情緒的っていう感じですね、サウンドが幻想して流れてて、うん、それをこっちは勝手に結びつけて見ちゃう、うん、どうぞ真ん中にこのシーンが、それがガクってくるっていうか、あれみたいな、ああって、ここのためかみたいな、こうちょっと思うっていう、なんか、なかなかいい仕事だと思いますけどね。まあ、あとは、この映画、2本目の面白いなと思ってたのは、やっぱり、ね、さっき、リュミエール兄弟の話出ましたけども、はい、まあ、一方で、その、映画っていうのは、マジックの系譜なんていう、うん、ものがあります、技術とニュースと、うん、はい、ドキュメンタリーみたいな、うん、だからまあ異世界旅行を撮ったジョルジュ・メリーさんはもともとマジシャンですけど、マジシャンですからね、工業師ですよね、もう山師ですよ、山師ですね、もっと言えばそう、もっと言えば山師ですね、そう、でもやっぱりそういう系譜があって、まあ要するになんか舞台に見えないものをこう、うん、ポンと出すみたいなことを実は映画の最初の頃、映画と呼ばれる前の映画前時代っていうのはやっぱりそういうことが行われていて、結構そういうことに対するこう何て言うんですかね、まあ思い出があるのかどうかわかんないですけど、結構記述的な映像がいくつかありますよね。それも消してもらいますからね。そう。で、鳩を撃ったら鳩が出てきて、ピッと止まったりとか。あれはでもすごくその映画の成り立ちのことを考えると、割と、いろんな符号があって面白い見方もできるっていうところがありますね。ありますね。まあ、でもどこまで冗談なのかは計り知れないところがあるところが、ちょっと後の時代の人間ですよね。ですね。まあそれを決して終わるのでいいんだっていうかさ、あれは冗談なのか、そうじゃないのかっていう判断に苦しむけど、どう考えても冗談ですよね、あれね、タイツとか入ってるしね。あとだって、最後残った人たちとか、最初のお葬式にあんま関係ない人が、関係ない人がなんかバーって来てて、なんかランナーみたいな人が、ね、うん、ランナーあれは何っていう、なんかその辺のおばあちゃんみたいな人とか、結局、多分こう、追走してきたら、うん、あ、なんか走ってるみたいな人が来たみたいな、ね、最後残ったのは、あなたたちでしたかみたいな、ね、あと、あの洋服も冗談なのかマジなのかっていうか、昔のあれは一般的な服ですよっていうフランスの詳しい人に言われるとそうですかとしか言いようがない感じですけど、まあでもあれなんか本当に技術士の舞台衣装みたいな、ね、感じですよね、うん、普段着ではなさそうだなっていう、普段着ではなさそうですよね、おそらく、おそらく、はい、だからそこら辺がの読み解きっていうのはまだまだ楽しくできそうだっていう、もうサイレント映画ってあんま見る機会ないんじゃないですか。そうですね、こういう形で何ていうかいろいろ見れると、うん、面白いなと、20世紀っていうか、私が大学生ぐらいの時に結構頑張って早稲田松竹とかに通って、はい、サイレント映画見てた時と今見るので、自分が年取ったってことが半分かもしれないんですけど、はい、ちょっとサイレント映画の見え方が今日全然違うと思っ
ていうのが1回目も2回目も思って、はい、意外と見れるなとちゃんと、うんうん、それはおそらくなんというかメディア映像メディアの環境がちょっと変わって、はい、なんか毎日パソコンとか見るようになったからかなっていう気が半分してるんですよね。パソコンの画面って基本的に動かないっていうか、サイレン音と消えてて、そうですね、うん、あと携帯もそうですけど、あと電車の中のモニターとかも含めて音がないままモニターを見るっていうことが結構増えたんで、電車のあのドアのメントのものがねあれサイレントですからね。なんか歌ってて文字も出てるんだけどメロが全然わかんないかとかね。でもなんか楽しそうな、バン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 なんだろうなこれはとかもっと見たりとか、あのそういうのを結構もう自然に目の周りにあるんで、もうちょっとすんなり20世紀より入ってくるようになったっていうんじゃないかなというのが今日 のだからもっとサイレントドア古典を見直すと、うん、映画のなんていうか違う歴史といいましょうか、これまで映画史っていろいろ語られてきてるけど、はい、これからまたその違う見方がナチュラルに生まれてきそうな気が多少しますね。さっきですとそのまあノイズの部分というか、ね、そこに対しても今までとはちょっと違う感じ方で、うん、あのノイズとされてこうフィルターでなんか感じなくなってた部分がより入ってきたりとか、ね、入ってきたりとか、そのパソコンのモニターを毎日見るっていう状況の目でこのサイレント映画を見ると、うん、全然違う物質的なこう塊みたいな違うものなんで、うん、逆にそういろいろまた見えるのかなと。面白いですね、20世紀の頭のものが21世紀の頭前半にちょっと違う見方が見えるっていうのは、ね、なかなか面白い。やっぱり環境変わると見え方変わるんだなっていう、同じものが同じもの、はい、そうですね、違う意味の中で文脈の中で見えるんで、あ、まあ、それは音もそうなんですけど、特に今回は音の影響もね少なからずありますよね。だからもっといろいろチャップリンとかでも見るとチャップリンなんでしょうね。チャップリンはチャップリンっぽいですよね。今見てもね、あんまり変わって見えないような気がするんで、ノスフェラトーとか、ね、ノスフェラトーとか結構面白いんじゃないですかね。ねえ、あの棺桶開けたらネズミが出てくるシーンみたいなやつとか今見たらどう見えるんですかね。意外とまた違って、勝手にこっちはイメージして見るじゃないですか、視覚の。そうですね。なんだけど、もっともっとこう映画のそういう無意味な部分っていうか、うん、あのこっちの文脈に回収されきれないものっていうのはサイレント映画だとじっと見るしかないんで、うん、もっとはっきり見えてきて、それは逆にすごく今面白いことなんじゃないかなっていうのが、うん、で音つけるって言ってもこのぐらいの感じのこのぐらいの感じで言うのは悪いですけど、ぴったりつけないんで、このぐらいだと画面の方が見るしかないっていうことなので、いいのかなっていうふうに思いました。ある意味説明的なこうもの以上に情報量が多いんですよね、きっと。説明しているものってやっぱりはいここからここまでですよっていうので、ある程度理解してもらうためにこう範囲を設定しますけれども、やっぱりそれが内部の言葉がなかったりとかっていうところでセリフがもちろんないですし、やっぱりそういう部分でもう少しその何て言うのかしら、範囲が広く設定されてしまうっていう現実はあるかもしれないですね。そう、なんかあんまり見たことないの、多分マンハッターなんて全然見たことなかったわけです。僕も初めて見ました今回。ああいうのは、まあそういうのを例えばフィルムセンターでも勉強的に見るんじゃなくて、うん、こういう感じで、あの音楽家の新作だって言えば人が来てくれたりするじゃないですか。接点が増えるっていう、うん、これだけ見るったら結構きついけど、映画館で見ようって人は多分あんまりいないと思うし、かけらんないですしね、うん、でもそこでライブなんだっていう、うん、あの新曲ですってやると目の方をこっちで見てて、音を聞けてるっていうこと
ことがあるから、こういう機会がもうちょっと増えてそうですね、そうだなと、はい、今回も作品も面白かったし、あのこういう試みも、まあ、勝手にやればいいんですよね、うん、まあ、パブリックドメインですからね、勝手にやって勝手にやっちゃえばいいんですよね、はい、うん、あの商業目的だといろいろあるみたいなんですけど、お金取ったりとか、はい、でもなんかね、あの入場無料とかにしてやる部分はパブリックドメインはそんなに、まあ、音の問題だけじゃないですかね、渡辺さんどうですか、じゃあその、ちょっと興味が出てきたけどその前にスライン最後まずいっぱい見ないとダメなんですよねまずそこからですでも それやってみたいですね、ね、なんか、うん、僕らもそういうのをまたね、こう今出来上がった音で聞いてましたけど、例えばライブで飲んだりとか、そういう感じでやれると、てか興味はあるし、はい、そういうかもしれない。じゃあちょっとみんな期待して待ちましょうか。わかりました、頑張ります。といったところで、ちょうどいいぐらいですか、はい、いいお時間となりましたので、じゃあこれでありがとうございました。